って戻して打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 って戻してここまでよパンチ、はい、今のイメージは多分投げたくない。パンチややろ、はい、じゃないの、打って当たって戻してパンチ、はい、そこまでの意識でしょ、はい、うん、丁寧に行く、はい、早く丁寧に、はい、パンチパンチや、はい、ああ最初それでいいの、はい、ああさあ伸ばす、さあ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  OK、 だいぶ速くなった体感が、俺が感じるパンチのスピードはだいぶ速い、はい、さっきよりジャブ強い、ちゃんと目に受けて打てろ、はい、ここはい、これもやっぱ体感が上がるからパンチがグッと伸びてる、はい、もったいないからな、ちっちゃいところでちょんちょんちょんってやるのは、はい、せっかく身長あってリーちゃんのにちょっともう一度、はい、今日は詰め込むで今日は詰め込むで、はい、はい、まあ俺 YouTube とかでも俺言ってんだけど、はい、パンチ速くしたいんですよ、変速速くしたいんですよ、どうしたらいいんですかって言ったら、まあ練習はせなあかんんだけど、はい、もうこんな感じ、はい、ノッソ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 バーンってなる、やっぱり打つってなったところからパンチが出るっていうところ、これ全てが全部連動するから、そこまで全部速く打つパンチを速く打つって言ったら、例えば、まあ、リズム的にこのリズム、どんなリズムでもいいね、はい、ここからもガーン速く動かんだけど、はい、とりあえずパンチが打つと結構速く打つじゃないですか、パンチ動作、予備動作からパンチが出るってところまでをなるべく速く、まあ、打つ、パン、パン、パン、なんか打った、打った、あ、打って、打ってるぐらいで打つ、バーンじゃないよな、あ、出たみたいな勢いのが自然になるぐらい、ここの打とうって思ってから打つまでっていうのは早くて、はい、構えて、はい、俺出したらジャブな、はい、リズム取って、リズム取って、そう、あのパンチ出してプレッシャーかける、
パンチを通すと、あと体の動き、スピード、そのスピードでプレッシャーかける、っていうのができるようになるには、やっぱりこっちも言ったようにスピード、その何ていうかな、このスピードちゃうねんこのスピードちゃうねん、全体の動きの中でのスピードっていうのを上げていかない、ずっとそれを動けてくれちゃう、トップスピードっていうのをもっと上げていかない、だいぶ遅いけどな、今もうもっと速かったけど、まあ、それをもっともっとこう速く動くっていうことを大事に動くしていきたい、遅く遅く遅く動くじゃない、でもしんどい、遅く遅いな、あのパフォーマンス下がってるなって時はいつも言ってるように休んでる、一番トップを忘れないように、トップで練習できるようにしてるんだ、トップスピードして、まあ最初はもう今我慢我慢、このさっき見た形を、覚えさすっていうのも大事だし、ジャブ一つとってもいろんな打ち方あるって言ったろ、もう恐ろしい教えなあかんこと言ったろ、でもその恐ろしい教えなあかんことを教えるベースが今ないんです、まだな、全然そのベースは今から地味な練習やってないから、あれで打ちた、でそれまでは少なくともダッサいかもしれんけど、これが大事やっぱり、はい、ジャブをこうボクシング言ってたもん、ボクシングこんな感じで、はい、こんな感じやろうけど、なくてダサいなと思うかもしれんけど、チーガード固めてからこういう風にこれだけでも見えやろ、実はこれだけでも見えやろ、それはやっぱりノーモーションで、ノーモーションでパンチを打てないと、こうやって動かしてパンチも打って、ベースはそこで、きっちりしとくと、パンチを打って、こういうのがやる。わかりました。ありがとうございました。はい、初心者の方、まあ、ボクシングを始められる方に向けて、大事なことっていうのを、何点か、まあ、これ、武田君に今、ボクシング教えてるんですけど、教える前に絶対約束として守ってねっていうことがあります、っていうのは、まず絶対首のトレーニング、まあ、絶対するように毎日やってるな、はい、上げて、これはやっぱりダメージが首に来たり、まあ、直接殴り合うんで脳みそに来るんで、まあ、安全面っていうところは絶対大事な、極力、まあ、練習で対人の練習っていうのは、まあ僕な、鼻で出しておいて言うのもないやけど、まあ、極力避ける、対人練習は少なく強くなっていくっていうのはやっぱこう指導者として、考えなきゃいけないから、まあ、そこはまあ安全面という部分で首だよ、で、まあ、今日はどんなの出たか、いや、はい、なんですが、はい、当然のことだけど、歌って絶対飲んだらあかんと風呂も入んないよ、はい、とかっていう、まあ、安全面は大事、はい、であとは、ボクシングってまあかっこいいスポーツですし、ね、見た目かっこいいし、まあ、イメージかっこいいなみたいなのがあるけれども、まあ、最終的には目指すところっていうのはイメージかっこいいっていうかボクシングしてパンチも速く打ってっていうのは基礎の部分っていうのをドライししちゃうと、やっぱりある程度やった人から見るとそれなりにステップ踏んでパンチ出しててもうわ逆にダサいな臭いなって見えるねん、そのベースができてへん、はい、そのベースって何やねん根性論かとかっていうとそうでもなくて、まあちゃんと自分の中でイメージして効率よくその基礎の土台を詰めていく、俺らの時はもう1年グローブつけるなバンテージな巻くなって言われた時代だけど、まだな、はい、だけど別にそんなことは思わへんね、はい、やったらいろいろな練習しなあかんけど、はい、まあでもやっぱり何気にサンドバッグ、何気にシャドウする、じゃあこれは言ってるよ、毎回これは何のために練習してんねんって言ってるよ、うん、これはここのトレーニングをするためにっていうふうに練習してるから、まあ、その意識をしていく、でまあボクシングとしてもジムとかになってくると、ね、トレーナーの人と練習生の数が合わへんのでマンツーマンで教えてくれへんっていうところがあるとは思うんですけど、その分やっぱり個人の意識を高く持って何のために今これ練習をしてるんだろうなっていう独自の練習法っていうのを、自分で構築するっていうのも大事だと思います。
そしたら、まあ、こうやって、まあ、僕も高校3年間そういう形、今学校でボクシングを教えてもらったけど自分で構築した部分もあるんで、だからこそそれをまた人に教えられるし、でそういう人はまた人にどんどん技術をつないでいけると思うんで、まあ、ボクシング理論っていうのはそれぞれあると思いますけど、自分で確立したものっていうのはもう絶対的なものやから、まあ、そういうのは考えながらボクシングする、まあ、何でもそういうの考えながらスポーツするのが大事かなと思います。まあ、皆さん安全にボクシングを頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。